結構もらってんねやろね。結構もらってんの。大体何に使ってんの？何に使ってんの？もらったら。たら、まあ、最近ここ1、2年行けてなかったですけど、まあ、飲みに行ったりとか、友だ、あの休日にまあ友達と遊びに行ったりとか、なんかあの、お休みの時は、前だいたい SNS 見ててもなんかいつも楽しそうやもんな。なんか一番楽しそうよね。本当ですかね。す楽ごい。しい。ねえ、楽しい。楽しいよね。東京いろんな人がいて楽しい。よかったね。でも全然関西弁のままやね。ああ、仕事の時は、英語使えば、標準語にできるってのが分かりましそれ、間違ってるで、それ絶対。関西人全員それ言うねんけど、全然意味分かれへんもた。で、私入った時に、当時の指導員と課長に、関西弁やめろって関西弁で言われ言て、われた。関西弁で言われた。関西弁、指導員関西の人それめっで、ちゃおもろいな。お前関西弁やめろって言われて、めっちゃおもろいやん。いや、俺も会社入った時言われたよ。言われました。言われたけど、でも関西弁じゃなかったよ。関西弁で言われるのめっちゃおもろいな。そうなんですよね。まあ、課長は、関東の方の人なんで、なんか、関西弁は良くないですとかって言われたんですけど、言われるなんよか最ね。近まあ今でで、もそういうこと言うんやね。1年目の時、一番苦労したのは多分言葉です。なるほもうど。なんか、無意識のうちに出てくるんです。そうやで、な。その関西弁出るたんびに、ほら、また言ってるみたいな、そうやで、な。関西弁で突っ込まれるっていそうやな。う。でもまだ丸3年経ったぐらいやったら、全然関西弁なまりの標準語やと思うよ。仕事本中当も。です。え、でも、あれ分かってないのよ。関東の人と話すと、そうや、そうやってなって、出ないんですだよけど、ね、でもやっだよぱね。り後輩とか、同期とかだと、もう無理ですね。いや、出ないと思ってるだけで全然出てるから。あるよね。やっぱね、首都圏の彼氏と、まあ、5人ぐらい付き合ったぐらいかな。道のり長いですね。道のりめっちゃ長くないですか？怖あれ、いけなど。かなかね、やっぱね、こう、喋れてると思って喋れてないんですよ。なんで関西弁やめろって言われるんですか？いや、言われるよ、そりゃ。だってなんでなんですか好き嫌いあるからね。だって標準語は別に好き嫌いないからね。標準やからね。ね。文句言われる筋合いない言葉やからね。でも関西弁って言うと好きな人と嫌いな人がいるでしょ。とビジネスする範囲がここまででやれるか、嫌いな人の人はここまででやるかって、もう初めからパイが小さくなるじゃないですか。なるほど。ですよ。関西弁ってやっぱ悪があるからね。好きな人もいるけど、好きな人と嫌い。嫌いな人、日本の人口で言ったら結構絶対嫌いな人が多いと思うけどなるほど、そういうことなんですね。ね。やっぱそれではも、ね。私、チャレンジを毎回してて、新しいお客さん入ったとき。どこまでバレへんかなみたいな。今日の人バレへんかったとか、で、たまにいるんですよ。関西ですかみたいな。それはな、バレへんかったんじゃなくて言わへんかっただけやか言ら。わへんかったそう、言う人と言わへん人おるだけやから。そうです ね。そう。そうだでからちょっと急ピッチで首都圏の、まあだからごまたとかけたらいいの、一気にね。でも一気に、ほら、もうさ、早送りできるから。5人必要なんです。5 5人必人。要、5人必要、55人ぐ人らい。必要。時間の問題じゃないです。そうやね。やっぱね、その辺が早いよね。やっぱりこう、関わる、こうなんか密度がね、強く、濃いからね。結構やっぱ言葉、こう、そのままパクっていけるからね。まあそうですね。まあでもね、その辺はもうね、言語に関してはプロですからね。もう、習得も早いと思いますけれど。そうですね。どうですかね。いや、で標も準なん語だけか、はなかなか習得できないですそうですね。か。なんかね、前の2人の総合商社は、割とね、いわゆるこう、今から新しいビジネス作っていくみたいなところをやってたので、こういうね、いわゆるこう、もうなんか、あ、これぞ商社のトレーディングだな、みたいな話はね、今回初めてなんですよね。なるほど。そうなんですね。だから、なかなかこう、聞きたい人絶対いるから、いい話聞けたなと思うな。
よかったです。うん、なんかこっから何、どういう仕事していきたいとか今あるの？もしくは今やってる仕事の中でもっとこんなことしたいとかでもいいけど。まあ私今このね丸3年トレーディングを、うんうん、もうズブズブのトレーディングをそうよねできて、本当にもうなんか人付き合いがもういかにお客さんのとこ訪問するかとかがすごい重要になってくるような、はい、泥臭いよね。泥臭いと、うん、一番ね、しかも化学の溶剤でってところをやっていて、うん、でまあでも会社としてはこう何でもできる多分人が欲しくって、うん、うちの会社すごいローテーション早いんで、うん、同じ部署に5年を超えて、うん、とどまったらいけませんみたいなルールがあるんですよ。なるほど。早めて出しなさいみたいな、うん、どの道私はまあ今年なり来年なり、うん、どっかのタイミングで多分移動することになると思うんですけど、なるほど、いろんな経験積むっていう意味で、うん、今すごい私トレーディングすっごい好きなんですけど、全く毛色の違う、うん、例えば投資だとか、はいはい、っていうのもやってみたいかなって思ってます。あ、なるほど。で、うん、まあちょっともうその話も割と決まってはいて、ああそうなん、まあ、会社名とかが今回出ないということなんで、はいはい、言っても問題ないかなと思うんですけど、はい、ちょっと海外の方に1年間、はい、行く行くことになりました。あ、そう、よかったやん。それこそ、うん、関係会社というかまあ子会社に、うん、出向というか、まあ、うん、トレーニーみたいな形で、別会社に行って、うん、でトレーディングは全くせず、うん、事業投資に関わるようなところを、今年の多分下期ぐらいからやります。あ、マジで。いや、頑張ってな。それ本当に基本的に会社って部署が変わると、うん、拠点が変わると、国内から海外の原稿とか関連会社行くと、うん、仕事の内容が全然変わると。いや本当にもうこの4つのパターンやね、大体この4つのパターンってほんまに